はい。へんてこケース時計。へんてこなケースの時計を、まあ、紹介していこうということで、まあ、第1弾は、まあ、ジャガルプルトのリベルソです。まあ、これはしょうがないですよね。外せません。リベルソは。で、リベルソぐらいになっちゃうとですね、分厚い本がもうできちゃってますね。厚さ3センチぐらいの。で、まあ、これによると、1931年に第1号、リベルソですね。これが発売されました。この時は、ジャガルクルトには機械がなかったんですね。ですので、タバンの機械が入ってます。そして、次には、ジャガルクルトというふうにこういう名前が変わるわけですね。ジャガルクルトの、機械ができるわけですね。はい。で、私の持ってるこの、まあ、リベルソですけれども。まあこれも相当古いですよね。はい。まあこの時計はですね、まあいろいろわけがあって、私が今、コレクションしてるわけですけれども、昔、今からもう20年以上前に、時計業界の小林という、時計評論家の方がいらっしゃいまして、ガチャで購入したわけですね。そしてそれを、まあこうなんとか、完成に近づけて、今私が所有しているわけですけれども、この1930年代のぐらいのリベルソになりますね。スチールのリベルソモデルですね。で、それとまあ同じデザインですけれども、こちらが80年のこの復刻ですね。リベルソで復刻したこのデザインの、これ金無垢ですけれども、リベルソになります。まあ、当然、この2つ非常に似てるんですけれども、実は、初期のこれは、センターセコンドが本当はついてるんですけど、これはもうどうしても手に入らなくて、つけられませんでした。で、まあ、これがその機械ですね。はい。これはジャガルクルトのそれと同じ機械ですね。ですからこれ本当は、本当はっていうかこう、二進なんですけど、スモールセコンドとか二進なんですけど、センターセコンドにするには出車が必要ですね。で、これが、スペックに持ってるんですけど、パーツ取りに持ってるんですけど、これリベルソですね。リベルソのこう、中の部分ですね。この、そのままだから、これを、これ足つけちゃってありますけど、溶接しちゃいますけど、これは中の、その機械そのものもリベルソですので、これ入れ替えればそのまま使えます。で、もう一つのこれが、笑っちゃいますけれども、この、パーツ取りで持っているリベルソの、これはもう、80年代以降の機械が入ってますけど、これ中身ですね。これ入れ替えればそのまま、リベルソになってしまうという手巻きの、ジャガルクルト製の機械ですね。一応私はまあ、ストック好きなので、機械のストックを持ってます。はい。今回はジャガルクルトのリベルソでした。これは80年代の復刻モデルですけど。なかなか、もうこの、ヘンテコリンなケース、まあもうジャガルクルトですよね。